下側を持ってしっかり握っててね。はい、はい、こんにちは。マーチャンネルの前原です。はい、今日はですね、千葉県柏市にあるあけぼの山農業公園やってきました。はい。で、ここでですね、世界に広がる昆虫展というのをやってるみたいなのができましたね。はい。で、ここでなんとヘラクレスオオカブトをなんと、ね、一緒に写真が撮れるということで、はい、楽しみだね。うん。はい、じゃあ行ってきましょう。はい。世界のカブトムシ。これはヘラクレスギッキーだね。ああ。うん。で、これがヘラクレス、ヘラクレス。これはわかんない。ねえ、これ書いてないよね。うん。ゾウカブト系だろうね。そうだ、なんか丸っぽいけど。で、これがコウカブト。メス。小さいね。標本がいっぱいあるの。うん。こっちは？あ、南米のカブトムシ。アクテン、アクタイオンゾウカブト。アクテンだね。アクテン。うん。あ、こっちマルス。あ、マルス。マルスゾウカブトだね。そうだね。うん、マルスだね。ここに書いてあるの、マルスだ。うん、カミキリムシでっか。ちょっとエちゃん手当ててみてよ、この一番でかいやつ。タイタンオウウスバ。うわ、手のサイズ。タイタンオウウスバカミキリだって。すごいね。へぇー。いかがだろう。あ、アルキレスオオヒラタ、スマサラオヒラタ、ダイオウオオヒラタ、アンタイウスオオクアラタ、パリフランタ、シアカスタンタね。ローゼンベルグオオゴーンのメス。こっちがオゴナリで、で、ツモラリス、ラコダール、ミケット。あ、虹色がある。うん、あ、本当は虹色。さっき、マンギーとキラガナ、キラガナコギーのちょっと中型っぽいね。うん、メタリフェルゴサッカ。あ、メタリフェルゴ。うん、で、ここはパパアキ。久しぶりに見たのが。うん、ここはパパアキヨクワラタ。おお。マナプシ、レベルがでかい。コナハムシだ、コナハムシ。本当だね、うん、完全に葉っぱだね、コナハムシ。すごいね。ここら辺は名前が。で、これがオオトビナナムシ。すごいでかい。ああ。めっちゃトンボだ。バッタとトンボだって。うん。おお。東南アジアの昆虫。あ、バイオリウムシみたいな。うん、あ、本当はバイオリウムシだ。タガメもいる。綺麗に飾られてる。うん。天王ゼミ。あ、でかっ。天王ゼミ大きい。うん、こうほぼ手のサイズ。羽を閉じた。大きいね。すごいよ。やっぱいろいろ県によって違うね、形が。そうだね。あ、やっぱここ型、大型でもこれくらいだ。うん、これがコーカサスありますよ。これはマレーコーカサスかな。大きいね。うん、それとシャロタテズナケンタウルス、パプア三本ズの五本ズ。うん、すごいね。すごいね、五本ズ。このゼンマ五本ズのはウサギみたいになってるんですよ。ウサギみたいなんだよね。下側を持ってしっかり握っててね。はい、今こうやって見て、すごいすごいすごいね。すごい、ありがとう。ありがとうございます。マンディブレンシスタンタクアベタの。おお、すごい、あ、すごいね、ツヤカ。おお、動いた動いた。おー、すごいすごい。あー、ちょうど動いた。うおー、すごい。これがヘラクレスタ、さっきも出してもらったやつ。これ卵だよ。うん、逆光アゲハの卵、これの、これはこれが帰って、うん、幼虫はどっかにいる。幼虫はどっかにいる、うん、はい、ということで今回はですね、世界が広がる昆虫展でした。よかった ね、 そうだね。あのヘラクレスもちゃんと写真撮れたしね、うん、よかったですね。はい、今日はね、子供の日のスペシャルということで、この前昆虫館行ったんだけど、また来てみました。はい、楽しかったですか。うん、よかったね。はいはい、他にもね、いろいろ展示されてたので、うん、気になった方はぜひ来てみてください。はい、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひ気に入ったボタン、高評価、グッドライクお願いします。はい、そしてぜひお友達に教えてあげてください。はい、それと今回のおすすめ動画はいつものところで出てますので、ぜひチェックしてみてください。はい、チャンネル登録とコメントからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。